江差市は岩手県内陸中南部に存在した市。2006年2月20日に水沢市、伊沢郡伊沢町、前沢町、衣川村と合併して奥州市となり消滅した。現在は奥州市の北東部を占める。伊沢郡の前方を意味するイサキが転化したとする説や、アイヌ語のエサシに由来しているという説に突き出しているもの、エササの意で鷹の餌となる小鳥を捕らえる業者のいたところなど諸説あり、突起なき場合、日本の歴代市長、市制施行100年の歩みなどによる。東北新幹線が通過していたが駅はなかった。市名がつく衰沢江差市駅は、旧水沢市域にあった。歴史公園、江差市、藤原の里があり、NHK 大河ドラマ、炎立つ、秀吉、利家と松加賀百万石物語、義経のメインロケ地。奥州藤原氏の祖、藤原清衡の生誕地であり、居城であった豊田屋形跡がある。もともとこの地域は、江差郡という名称であった。今でも江差姉妹里兄和田地区で踊り伝われている。江差市立一小部小学校では、兄和田健部が小学校4年生以上の必修となっている。ありがとうございます。